このシーン怖いんですよ。手を抜いたんだというふうに思われたら観客のテンション一瞬で落ちちゃって、一瞬でちょっと冷めちゃうんですけれども、ギリギリの線をついてきました。演出がうまいです。やられたっていうふうに思いました。びっくりしました。これ見た瞬間からもう僕はポップテーピピック、これすごいアニメが始まったと思ってるんですよ。 素晴らしきポプテピピック、人形アニメの世界ということですね。2018年にオンエアされた新アニメ、ポプテピピックの人形アニメの部分だけ語ります。あの、基本的にポプテピピックというのは、まあ、見たことない人もいると思うのでですね、数秒からね、数十秒のアニメが多いんですよ。なんか短編集みたいなアニメで、長くて5分程度のショートフィルムでですね、構成されたアニメーションシリーズだったんですね。特徴はですね、まあ、あえて言うならば、書き方が一定、 これがあの普段のキャラクターのポップコとピピミっていうこの2人がまああれこれするというですね話なんですけどもですね例えばそのポップコとピピミがなんかその1話まるまるゲームキャラクターになったりとかですねまあこれはゲームキャラクターの中でも比較的原型が残ってる状態なんです。でそうかと思えば毎回 なんか、2話か3話ぐらい、こういうですね、ボブネミミミていうコーナーになってですね、えげつなく崩れたキャラクターでですね、描かれてるというですね。見たことない人はなかなか信じられないでしょうけども、本当にね、本来このキャラがここまで変わることも全然ありなアニメーションだと思ってください。だから、基本的にはね、ギャグアニメなんですけども、 あんまりね、純粋なギャグアニメって、あの、テレビアニメでは珍しいのでですね、まあ、説明が難しいんですよね。その中で今回語りたいのはですね、フェルト人形で作った人形アニメのエピソードです。フェルト人形のアニメーションね、丁寧なんですね、作業が。えー、初登場は2話です。いきなりですね、早送りで、フェルト人形が作られていく動画が始まったんですよね。ポプテピピックで毎回毎回このポプテピピックというタイトルが出てくるんですけども、これがですね、背景にあの図面があるんですけど、これはあの、 フェルト人形はあるあるなんですけども、実物材の図面を描いてからやるんですよ。ね。なんでかっていうと、胴体とか頭のフェルトの塊をまず作らなきゃいけないんですね。 そのフェルトの塊を実物材の図面と合わせながら、ほぼ同じサイズに、こう、針でチク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 。フェルトの糸の塊って言ったらいいのかなフェルトをなんかこう、蒸しったような状態の糸があるんですけど、それをこう、折りたたんで、折りたたんで、大体の形にして、針でこう、刺していくと、だん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 フェルトがこう、固まってきてですね、その形になるというですね。まあ、めんどくさい作業なんですよ。これをですね、まあ、図面通りにですね、ものすごい速さで、ポップコーとピンピミのフェルト人形が、まあ、大体形に出ていくんですね。 の僕のフェルト人形、ムーミントロールを作ってみたんですけども、まあまあ本当にね、素人だったら頑張って頑張って作ってもこれぐらいなんですよ。これでもね、なかなか頑張ったと思うんですけどもですね、これ作った経験から言うと、ポプコとピピミのフェルト人形って本当に気合入ってます。うますぎると思います。できないあれ。難しいっていうかね、根気いるし、あとね、似ないんですよ。 やってみたらわかるけども、二次元のものを三次元にしてで、ね、で、やってるとですね、フィギュアやってる人はわかるでしょうけども、本当に似ないんですよね。で、ほんのちょっとこの顔をくぼめるとかですね、逆に膨らますということがフェルトだったら難しいんですよね。おまけに、どこまで似てきたら終わりなのかが見えないと。もうこれも、 もうこれ以上多分似ないだろうということで、これで完成ということにしたいんですけども、も終わりが見えないですね。どこまでやったら完成なのかって見えしかしですね、ポップデピンのこの人形ってですね、何よりこう似てるんですよ。これがあの人形の完成品です。似てるんですよ。アニメのキャラクターに。で、目はね、フェルトではなくて、まあ紙粘土で作ったものに絵の具にたみたいです。で、口とか、あの眉の表現、まあ特に口ですね。もうこれもですね、フェルト技法だったら本当は、 黒い糸をこう、プチ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 縫い込んでいくんですけど、そうじゃなくですね、まあ、ワイヤーみたいな材質でやってます。で、ただですね、これ作ってる最中の動画見て、えって思ったんですけども、動画っていうかですね、これはあの、早回しでどんどんできていくんですけども、薄くてわかりにくくて申し訳ないんですけども、ちょっとこのあたりアップにしてみてください。見えるかなあのね、針金が無数に出てるんですよ。このフェルトインを作りながら針金が無数に出てるんで、えって、 これってアーマチュアじゃないかなと思ったんですよね。アーマチュアっていうのは何かっていうと、人形アニメの中で中に入れるあの芯のこと、いわゆる人間で言えば骨格みたいなことをアーマチュアって言うんですけど、アーマチュアじゃないかな。で、ピピミの方を見てみると、頭からこう線が伸びてるんですよ。で、図面見たらですね、髪の毛に従って線が描いてると。 分かったと、これ髪の毛を動かすつもりなんだと。髪の毛を動かすために髪の毛の中に芯、針金を入れてるんだっていうのが分かるわけですね。ということは、この腰の周りにぐるっとあるやつも、こちら側のピピミのやつを見るとですね、スカートにですね、全部針金が入っていると。あ、これスカートを動かすつもりなんだと。 人形アニメやるつもりなのかなって思ってるんですよね。今この画像っていうのはですね、実は僕はあの、今回のためにですね、めんどくさいんですけど、ブルーレイを買いましてですね、フレームごと、ワンフレームごとに止めてみる、見たんですね。そしたらもう、30分の1秒ごとに違う絵が入ってるんですよ。こういうのが30分の1秒ごとにバーッと絵が変わってて、ああ、できてるできてると、テレビ放送で見たときは数秒間でできたんですけども、実際はですね、ものすごく丁寧に本当に作ってます。これもあの、30分の1秒で止めた画像なんですけども、 まずこちら側ですね、えー、ポプコの腕の先にですね、針金がですね、5本出ています。で、これ指なんですよね。えー、本当はですね、あの人形アニメというかアニメーションの指というのは4本の方が自然に動くんですよね。あの5本にすると、 絵的にですね、なんかこう雑に見えるので、だからミキマスの指って4本なのはそれが理由なんですけど、本書いちゃうと逆にリアルに見えない。可愛くもないんですけど、ちょっとね、日本のテレビコードではですね、4本指っていうのは差別表現というふうに言われてるんでオンエアできないので、指もちゃんと作ってる。まあ、これをですね、どん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 フェルトで隠していくわけですね。目は動かさないみたいですね。これあの針でこうバーッと刺して、目の周りをですね、造形固めてる頃なんですけども。 えっと、目と口が固定で動かさないというのも逆にびっくりしました。で、これ見たときに、あれじゃあ、やっぱり結局人間アニメじゃなくて陰形を作っただけなのかなと思ったんですよ。っていうのは、アニメーションって、日本のリミテッドアニメって、目パチ口パクと言われる、アニメーションで喋ってるときに口だけ動くとか、目がパチパチだけ動くということで、まあ、尺を稼ぐというかですね、負担を軽くしてるわけじゃないですか。それで作ってるのに、この人形の作り方だったら目が動かないし、口もあんまり動かせないんですよ。 ということは、やっぱあんまりね、動かさないのかなというふうに、まあ、この時は思ってたんですよね。もうそろそろ仕上がりです。これ5本のですね、針金が入っている指を、こチク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 ですね、フェルトで作ってるシーンですね。あとあの、針金が入っている髪の毛も、この針でチク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 、あの、整形していきます。なんかね、立体にも,も、できる、フェルト人形を作ってみたよっていう、 まあ、いつものですね、やってみたというかですね、こういう風なチャレンジもしてみましたよっていうコーナーなのかなと、ネタなのかなというふうに思ってたんですよ。第2話を。 テレビで、あのー、放送で見たときは、そしたらですね、いきなりですね、恋してポップテピピックというですね、タイトルが出てですね、いきなり、この人形アニメが始まったんですよね。アイドルソングみたいに合わせてですね、完璧に踊ってるんですよ。人形の骨格をですね、こう、中に入ってる骨をですね、少しずつ曲げて、で、カメラでですね、一コマずつ撮影するわけですねの。ブルーレイで止めて確かめたんですけども、1秒で15枚の絵を使ってます。えー、これ何かっていうと、テレビアニメはですね、あの 12コマい言方す実際ですねフィルムが24コマあるんですよ1秒間で24コマのフィルムを使うんですけどもそれを2コマずつ同じ絵を使ってですね12枚で、えー、動かすんですねでこれはまあ大体これが普通フルアニメっていうふうに言われるやつなんですけども15枚使ってるということはやっぱりこれあのフィルムでは1秒間に24枚のレートなんですけどもビデオではですね1秒間に30フレームっていうですね言い方になるんですね。だから あの、フィルムでは1秒間に24枚のレートなんですけども、ビデオではですね、1秒間に30フレームっていうですね、言い方になるんですね。だから、ビデオの場合は、15枚の絵を使えばですね、なんとかこう、フルアニメっぽく、ものすごく動いてるように見えるんですけど、本当にこれフルアニメで動いてるんですよ。で、人形アニメとして見てもですね、とんでもなく、このポプテピピックのですね、人形アニメレベル高いです。このシーンですね、A メロの開始直後でですね、2人がこう、くるっとターンしてるんですけども、わかりますかピピミの この髪の毛がですね、えー、なびいてるんですよね。これをやるためにですね、髪の毛の中に針金入れてたわけですね。ポプコの,あの髪の毛って短いからあんま動き見えないんですけど、ピピミはこのもみ上げの部分というか、この垂れてる部分とかの後ろの髪がですね、特徴的だから、あのすごくわかりやすいんですね。ちゃんと動かしてると。とあと、二人がですね、あの、足ステップ踏んでるんですけども、いわゆるアイドルソング歌ってるから、 こういうふうに、ステップ踏みながら歌ってるんですけどね、ステップの重心移動ちゃんとできてるんですよ。つまり、片足を上げただけではなくて、地面についてる側に体を動かしながら、こう歌ってるんですね。 あ、重心移動ちゃんとできると、こん、足の短いキャラクターで重心移動って難しいんですよ。普通やらないのに、こんな足の短いキャラクターでちゃんと重心移動しながらアニメーシ,ションしてると。作ってるやつ知らないけどなんか本気だぞって思ってびっくりしたんですよ。で、B メロに入ったらさらにびっくりしました。歌詞がですね、サブカルコネクリ回しても偽物だらけというところで、コネクリ回すというところで,ですね、二人がですね、 腰振ってるんですよね。腰にくびれがないキャラクターが尻を動かすのは不可能なんですよ、基本的に。なんで僕はこれ腰振ってるように見えるんだろうと。基本的にこんな寸胴で腰がないキャラクターがお尻を振るっていう表現はできないはずなのになんでできるのかなと思って、そこであっと思ったのが、あ、だからスカートの中に針金入れてたんだと。 つまり腰を動かしてるんではなくて腰が動くことによってスカートが揺れるそのスカートの揺れだけを人形アニメで表現してたんですね。そのためにスカート。 に針金入れたんだと僕なんかそのスカートに針金入れてるっていうのは、例えばジャンプした時にスカートがちょっと翻えるとかですね、そういう表現かなと思ったら、そうじゃないんですよ。人形のダンスを表現するために腰動かすのは、さっきも言った通り、ウエストがないから腰は動かないんだけども、スカートを動かすと腰が動いて見えると、つわものだなと思ったんですよね。これやったやつは素人じゃねえと、すげえ人形アニメやってるやつだなって思ってびっくりしました。であとはあの、最後のキメポーズの ジャンプですね。えー、妄想、クソ、大暴走と言って、ファッとジャンプするんですけども、ジャンプのね、重力表現上手いです。あのね、ジャンプのね、高さが低いから、 え、重力加速度出せないんですよ。いわゆる普通にジャンプするときって、例えばこれをジャンプさせるときって、こう飛び上がって最初速くして上に行くにつれて遅くして速度がゼロになって落ちるときにゆっくり落ち始めてシュッと落ちる。こういうのアニメーションでは重力加速度の表現としてやるんですけども、ジャンプの高さが低いから、 こういうことできないんですよね。そうではなくてですね、無理に重力加速度をですね、表現しようとせずに、代わりにあの、髪の毛のなびきで表現してですね、つまり空中で停止しているときに髪の毛だけが上にふわっと持ち上がって、そのまま体が落ちるときにですね、髪の毛が上に持ち上がってて、着した瞬間に、 ちょっと遅れて髪の毛が落ちるってですね。この技でですね、やってるのがですね、まあめちゃくちゃうまいなと思います。その他ですね、小技、小技がうまいんですよ。例えばその、興味ゼロと言わせないからっていう時の振りで、指がこの、 ちゃんと輪っかになってるんですね。興味ゼロと言わせないからという人もゼロが指、こういうふうになってるんですね。こういうところもですね、ちゃんとやっている。いわゆるその、指先の振りっていうの、パフュームの、あの、チョコレートディスコで、あの、バレンタインが近づいてる時に、2、1、4っていう,う手の指だけでやるじゃないですか。あんな感じでですね、この指先の演技っていうのをやってると、あと、道なスリル教えてあげるっていう時に、二人がですね、こう前を、 指さしてですね、こういうふうにくる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 と回すんですね。この回すのがちゃんと左右対称にこうくる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 指が回ってる表現している。このね、小技みたいなこと。これね、押さえるかどうかで違うんですよ。人形アニメみたいなもの、アニメーション全般なんですけども、いかにね、細かい部分っていうのを本気でちゃんとごまかさずに作っていくということで、その画面全体からオーラみたいなものが出て、見てる人形を信じさせる。 ところに引き込んんででいくんですね。ま,あ、ううまいですあとね、ここはあのー、まあ、演技がうまいっていうのかな。構図がいいんですよ。A メロなんですけども、ピピーミが歌ってる時はですね、ポップコが腕組んで、あの、柱に持たれて立って見てると。 で、ポップが映ってる時はピピーがですね、柱を持たれて腕組んで見てるというですね、このあの、ちょっとですね、見てて腹立つ生意気な感じですかね。<laughs> あの、動かないように面白いんですね。もう構図と、あとあの、撮ってるポーズの勝利なんでしょうね。だから目線とかも演技できないんですよ。固定の顔だから演技できないんですけども、ちょっと腕組んで、ほんの少しだけ持たれてる。ちゃんと持たれてないですよ。ほんの少し持たれてる風なポーズを取らせることによって、何かこう、小生意気な感じを出してるんですね。うまいです。 さっき話したこのディティールをどれぐらいちゃんとやるのかっていうのと、これは逆の手法です。つまり、指先回すとか指の演技ちゃんとするとか、あと髪の毛ちゃんと動かすっていう、きちんとすることでリアリティを出すのと同時にですね、あえて動かさないことによって逆にリアリティを出す。すべてを動かしちゃうと、それが当たり前に見えてくるんですね。でもこの 立ってるだけっていうポーズでこう立ててることによってですね逆にあ、ダンスでも一人が動いててもう一人がずっと止まってる時あるよなっていうふうに日常生活を連想させて止まってることでそれが逆にリアルに見せるっていうことをやってるわけですね。まあ本当にねあの手を抜いて動かしてないっていうこのシーン怖いんですよ。これあの手を抜いたんだっていうふうに思われたら観客のテンション一瞬で落ちちゃって これまで人間アニメを見ていた目がこう一瞬でちょっと冷めちゃうんですけれどもギリギリの線をついてきました。演出がうまいです。一番びっくりしたのがですね、このアニメですね、こうずっと歌って踊ってるんですけど、口パクしないんですよね。<laughs> 逆だろうと。こんなに動かさなくても、なんとかなのよって言った時に口をパクパクさせれば、もっと楽に動いてる感じ出せるのに、口も目も固定のままですね、ずっと体だけ動いてるんですよね。まあ、あの、アニメーションの面白さ だってまあここら辺にあるだと思うんすけど、あえて口をこう止めることによって二次元のものを三次元にした不自然さがなくなってる人形っぽさっていうのを逆手に取っているんですね。うまい。もう本当にね、逆にねあの口パクなしで代わりに踊りまくってるっていうので、あ逆にクールだなという風に感じちゃったんですね。 なのにですね、決め、クライマックスでですね、決めに届けポップテピピックというところでですね、いきなり目をつぶったりですね、あと最後ウィンクしたりするんですね。もうやられたですよ。最後にこれ持ってこられると、ずっと目が固定だったのに、最後ちょっとだけ目を動かされるとですね、やられたっていうふうに思いました。びっくりしました。これがですね、まあ第2話。テレビ放送ですね、第2話でいきなりてきた人気アニメで、これ見た瞬間からもう僕はポップテピピック、これすごいアニメが始まったと思ってるんですよ。ただ、 こんなね、大変なのは、一回きりだと思ってたんですよ。これ作るの大変なの分かるから。そしたらですね、この2週間後にですね、もっとすごいのやられました。第4話でですね、レッツポップトゥギャザーっていうですね、どんどんアニメが進化していくんですね。80年代末というですね、謎の時代があったんですよね。具体的に言うと、1978年から81年までかな、の謎の時代で,ですね、ディスコ音楽というですね、ジャンルと一緒に語らないと、この、えー、ポップでピ,ピックのですね、面白さ、特にあの、レッツポップトゥギャザーの面白さっていうのは、 正しく伝わらないと思いますけども、ちょっとこれあの長くなるんでですね、えー、この話は限定の方でさせていただきます。